こんばんは。テロップを入れます。なんて書く。20 years old 20ってことで OK。 こんばんは。こんばんは。1個目はバンジャラさんです。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとうございます。ギフトもありがとう。こんばんは。昨日のお礼も多分合ってると思う。もうちょっとしたら紹介します。普通に早すぎだよね。服はこれにしました。なんか分からんけど。どうですか。昨日カチューシャにしたのでキアラにしました。めっちゃダンボール。これに入ってる一緒についてきたキアラにします。これ可愛いからつけるか今日も。チャラララ僕がリボンちゃんですけど、まあいいや。全然なんてこったない。なんてこったないです。誕生日おめでとう。ありがとうございます。たくさんのおめでとうコメントも多分全部読みました。引用しとる人も普通にツイートにそのままコメントしてくれてる人も多分全部読みました。この謎の可愛いやつもあるんです。謎のこれ何、どうやってつける。待って、つけ方わからんわ。まさかの可愛いけど。オーマイガッツ。やめっぴやめっぴ。ドーン。なんかごちゃごちゃしすぎ。まあいっか。ギフトありがとうございます。うんうん。お、待って。追加でタワーありがとうございます。ファニンさん、ここあり第一期成人。あれ、もう一個は誰だ。ファニーさん、ここあり第一期成人と、と、お、いた、ひとりごとさん、ありがとうございます。じゃ先書こう。先に書きますね。ありがたや。
なんとね、このハートのノートもこれが最後なんですけど、見てください。あ、え、あ、もうハートの最後、ハートの、ね、ね、ノートの最後の方かも。3名が、ありがとうさん、このハードノートはもう売ってないんですよ。売ってないんですよ。これを買ってたお店なくなったから、広島売ってないんですよ。やば。あ、そしてラスト、ちょっとここのピンクに書きます。どうしてもこのハートのノートに入れたいので、すみません。ファニーさん、ここのピンクのゾーンの方にさせていただきますね。レア、ここに書いたの初めてじゃね。激レア、とりあえず書けたので昨日分からタワーのお礼を先に紹介させていただきます。まずはタラー、キュンですおじさん、ありがとう。ちょっとこれを写したいですね。離れて、カメラを離して、ここに二十歳のバルーンは一旦隠してます。じゃーん、ユンデスおじさん、ありがとう。どんどんいきます。そしてヒロタンタン、ありがとう。ありがとう。ヒロタンタン、ありがとう。そして、あ、待って、間違った。待って、間違った、こっちに戻ってしまった。ミス、ひろたんたん、さっきのは消してくださいね、間違った。じゃーん、次トムトムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。めくる方向間違えた。すいません。ででん、次バンジャラさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。次トウ
い、ありがとうい、ありがたわ、ありがとうい、イエーイ。見てってか、昨日タワー建てたのに今日見に来てないっていうことある？なんかありそうだな。そしてじゃん、ヨキジー、ありがたわ、ライオンキング、ヨキジくん、お久々、ありがとう。ありがとう。おった、トイさんおった。続きまして、こぼうずしさん、こぼうずしさんもありがたわです。イエーイ、誕生日おめでとう、ありがとう。昨日来てないのに今日は来てる、おお、ありがとうございます。まあ今日も本番ですからね、一応今日も全然本番。続きまして、マキさん、ありがとう。マキさん、ありがとう。そしてエビチョリ殿、エビチョリ殿、ありがとう。かわいいイラスト保存しました。エビチョリ殿、ありがとうです。そしてドゥーン、ティガー、ティガーさん、シュンちゃん、ありがとう、ありがとうです。続いてそうちゃん、ありがとう。そうちゃん、そうちゃん、ありがとう。ティアラ似合うって、噛みすぎ、ティアラ似合うでしょ。ハッピーバースデーもあるんですけど、ゴールドバージョンもあるんです。昨日シルバー、こっちでいいか。どうでしょう。いっぱいあります。そうちゃん言ったよね。あ、来ました。ひろたんたん、こっちが昨日バージョンです。昨日というか今日か。うん。まあいいか。こっちが本物です。ありがとう。ありがとう。続きまして、やすべさん、やすべさん、ありがとう。怒られないか不安ですけど、ありがとうございます。よいしょ、ありがとう。続きまして、 GU さん、GU さん、ありがとう。GU さん、誕生日おめでとう、ありがとうね、みんな。また漢字間違えてます、ありがとう。けどそのままいった。続きまして、ドルルルン、ありがとう。今日見てる？見てるかな？スカワさん、6本立ててくれました。すごすぎ、ありがとう。イエーイ、昨日の第1位ですね。スカワさん、ありがとう。ありがとうわあ、スクショあげてください。ありがとうわ。続きまして、本日分ひとりごとさん、ひ
ひとりごとさん、ありがとう。ありがとう。続きまして、ココアリ大好き成人、ココアも LINE くれました。ありがとう。またダイヤねんと言われました。ありがとう。そして急にピンクになりました。このハートのノートが終わりました。ファニーさん、ありがとうわー、激レアです。ピンクページイエーイ、ありがとう。サチあれ嬉しい、ありがとうございます。が終わりました。歴史、このハートのノートにタワーを書き続けてきたんですけど、せっかく歴史振り返り系で言うと、なんと1、2、3、10、歴代の8冊のノートにタワーを描きました。ありがとうございます。が置いてありました、机に。なのでここに飾っておきます。これは去年もらったディオールのやつなんですけど、そういつもこう閉じてるんですけど、ちょっと開いてみました。特に意味はない、開いてみました。そしてなんか見てください、ママが買ってくれたドーナツです。広島にはそんなに映えるものがないということで、じゃーん。とりあえず可愛いろうそくだけ見つけてくれたので刺しときました。これね、ほんと悲しいよね、広島に映える可愛いドーナツがない。うんうんうん、次ミスド様、シンプルが一番、ミスド様です。ケーキもね出てきます後で。そしてなんか分からんけど見栄え的にポシャケです。大人になってしまいました。まだ飲んではないんですけど、ポシャケです。じゃん、写真撮っとく。なんか分からん、これがなんかかっこいいものなんか分からんけど、あんま拡散しないでくださいね。ポシャケです。大人スパークリンビワインテイスト飲料、おもっ、そんな感じです。そしてじゃーん。そうか、形からやろ、やっぱ大人に近づくにはやっぱ形からやろ。アイスの大好きな瀬戸内レモン味のイカ天、そして三種盛り。これは別に映えないので、前やっぱこの犬の餌みたいなね、ジャーキーみたいなのが一番うまい。ラミネの餌。そうよ、ガチで見た目は犬の餌、うまい。こんな形さ見たことないよね、なんか食べやすサイズ。
おつまみは何が好きですか皆さん。私は煎じ肉か、まあどっちかといったらこういうのがチーズとかよりもコリコリ系の、まあこれも美味しいけど、コリコリ系のあの食感があるのが好きです。じゃんじゃね、じゃんじゃ最高。じゃんじゃは去年、そんなもうちょっと前か、2年前ぐらいになんかサラピに教えてもらったんやけど存在知らんかった。普通にキムチしか食べたことなかった。そうちゃんちゃんの存在教えてもらったんやけど、えうまっ、ちょっとこれ酒飲んどると思われる気やめなさいって言われたやつですこれからはちょっと言えるね。ちゃんちゃんうまいね、コリコリキムチ。このチーズとこのチーズの味の違いが分からんけど、まあうまいです。おお。ホルモン揚げ煎じ肉。見るからにおつまみすぎておもろい。これも広島のやつなのでおすすめです。食べたことない人ぜひ。ガンスね、ガンスも買いました。ガンスはもうさっき食べちゃいました別に見せて食べるものではないなと思って。ガンスもうまいです。ちょっとこれ食べてみます。1個だけ。センジマジうまかった。センジマジうまいよ。あの噛めば噛むほど系で噛みすぎ自分が噛んどる。噛めば噛むほど味出る系のお肉。おお、でかい。いただきます。乾杯。この中に入ってるのはお茶です。レモンイカ店再現しとるわ。うまい。というわけでうちおつまみセットでした。これはね、見栄えのためにやっぱ形からやん大人は。うまい。でもね、気をつけないといかんことは、なんと本日誕生日なんですけど、嫌がらせかな、明日かのように明日撮影が入っていたのでそう今日はケーキとかも食べれない、さすがにやめておこうっていうマインドでありますけど、一旦ケーキじゃなくて犬を呼びたいと思います。
ケーキじゃなくて、くにちゃびさん、じゃーん、20歳、トリミングしたばっかりなのでこうして20いいですよ、20歳、おめでとう。どう撮れましたか。次はロニーお嬢様連れてまいります。カモン。お嬢様です。かわいいです。はい、いや、この帽子がでかすぎるんだよ。あ、何落としてんねん。この帽子でかすぎ問題。寝てた時はちゃんと考えられた。まあいいか。はい、ロニーちゃんです。アリロニーどっちもあくびしよう。アリロニーです。いる。イエーイ。ちゃんとお祝いをしてもらいます。ロニー、ロニー取れた？かわいい。いいんじゃない、ロニーちゃん。ありまちょありまちょ。ちゃんとピンクの服を着させた。じゃーん。かわいいでしょロニーちゃん、かわいいでしょ。誕生日おめでとう。ありがとう。待ってチャビーが面白すぎる。帽子がこうなって見てるこうかわいすぎる。アリロニチャビ、チャビがこっち来たよねあれ、さっきのノートが紛れ込んだ。この14冊のノートから。やばいんじゃないえ嘘でしょ、そんなことある。見失いすぎる。つまんにすぎる。よいしょ。誰かスクショ撮ってくれたよね。誰かスクショ撮ってくれてはいないか。ハートノートバージョンも持ってる方はぜひお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。これを
供できます。ありがとう、感謝。これをつけてみるのを忘れていた。じゃーん、バレーコアメイク、ウケる。どうどうどう、新美女。ウケる、いいじゃん。見えないの。まあいいや、気持ちいい。どう？よくない。よいしょ。よいしょ。こうしてスクショタイムを設けまして。じゃーん、スクショー。え、ありがとう、スカオさん。また9本目、ありがとうございます。ありがとう。じゃーん、これ持つのが難しい。このゼロの方にもリボンつけてみた。スクショタイム。スクショタイム。じゃーん。どう、撮れてる。撮れてますか。いいんでは。いいんでは。これ自分でね、自分でも写真撮ってないんですよ。配信終わったら写真大会しない。ウケる、意外といいじゃん。流行りに乗っかっております。どんな目で見られてんの私は、君たちに。こんな顔で見られてる。恥ずかしい。そんな目で見るな。ジャビ君。そんな目で見るな。連れてくるぞ。このリボン美女になった私が、うわあ、怖いですね、本当に怖いですね、君は。じゃん、最後の写真、写真、かわいこう、かわいこうして。アリチャビ、どう、撮れましたか。もうチャビーさんは眠いようなので返します。
迎えを呼びたいと思います。よし、じゃあメインディッシュというかケーキを持ってきてもらいたいと思います。終盤戦メイン企画、メイン企画ですよ。スタッフさん、この帽子もケーキもね、なんで開けたまま行くねん。まあいいけど。お、みえちけさん、ケーキありがとう。ありがケーキ。今日ね、午前中だけなんかお仕事。全メンバーの半分だけやったんです。半分ずつ分かれてやるお仕事があったので、半分のメンバーに会ったんですけど、ケーキいただきました。メールとチャートリーのセラピが撮ってくれた写真がチャートリーの方で上がったんですけど、ケーキいただきましたよ。だからママが買ってくれたやつとそのケーキと、ママが自分で食べたいと思って買ったチーズケーキと3個ありがとう。あ、このドーナツケーキもドーナツケーキも一応ゆいちゃん待ってね、ゆいちゃんのお迎えが来るよ。幸せと起きる。まあまあ充実したのでは。本当はお買い物も行きたかったんですけど、そうケーキをもらっちゃったから早く家に帰って入れないと。ありがとうございます、ありがとうございます。お嬢様おやすみなさい。行ってきてしまいました。ロニちゃんよ、来てくれたけど今日は食べませんっていうプロっぽいところを見せておく。今日は食べません。なぜかというと明日撮影を入れられていたから。明日撮影びっくりなこと。誕生日なのでね、明日もまあ自分の誕生日みたいなもんですね。自分のものも、え？ねえ、どういうこと？待って。死ぬんやけど。え？ママケーキ持って帰るの下手じゃね普通に。え、
じゃあもう一瞬だけ見せますよ。一瞬だけ。せーの、ドゥン、ドゥン。どう？いや味は絶対うまいよ。これフルーツのケーキにしてくれてるんですけど。え、これさ、なんかチョコプレートとかもないわけ？お誕生日おめでとうみたいなチョコのプレートもさ、なければさ、どういう状況？どういう状況？怖い。何のケーキなのこれは？あ、あった。待って、あった。横に貼り付いてる。ここに待って、意味わかんないんですけど。どうやったらこうなるん？消えとるし。最悪すぎでしょ。こんなことがあっていいんですか本当に。今日ケーキもらえなかったらもう終わってました、私。マジ終わってました、本当に。びっくり、危ない。じゃーん、こちらでーす。気を取り直して、ちゃっちゃらーん。いや、なんてこった、もうどういうこと。ちゃっちゃらーん、こちらでーす。こちら今日いただきました。これに、え、待って、あの二十歳のろうそくがない。二十歳のろうそくがない。待って、火のやつもない。何しに来たんだあの人は。すいませんね、本当に汗汗たい。チャッカマン、火をつけるやつもない、二十歳のろうそくもない。どういうことですか。あ、やばい、できます、こんだけ。うんうんうん、まあまあまあ、うまし。これじゃできない。あと、ありがとうございます。デモさんです。来ました、来ました、来ましたよ。もうこっちも若干チョコのやつは崩れちゃったけどさ、こっちともうほぼ同じぐらいにこっちも買ったと思うし、で同じ時間車で持って帰ってきたのにこんな差出る。これはアイサが大事に持ってたやつで、こっちはママが助手席に置いてたやつなんですけど、そんなに差出るかね。もうびっくり。そんなことあるかね。かわいすぎん。これスクショ。このロウソクかわいすぎません？刺すとこ微妙い。ちょっと待ってくれ。うん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 。本当に悲しい。なんかあのさ、ファンの愛さんの見せてくれたんですけど、もうマジで可愛くて、え、これがさ、よく TikToker がやってる誕生日会やんみたいな、都会の子がやるさ、わかる？ケーキにもリボンがついてて、
マジ天才女じゃん。なのにないよね、ヒロシモにはさそういうのないよね。まずそういうケーキがないよね、そのよく見るさ、わかる、うんうんうん。ないんだよねこの密度。この天と地のさ、本当に勘弁してくれ。ディアンディアン、ディアン、きまーす。よしよしよ、いいんでは、引きでも、引きの絵も撮っときます。私の部屋映えてる。ちょっとだけ映えてる。いいのでは。じゃあ、あ、火をつける前にケーキと写真を撮っておきます。もうママからのケーキはなかったことになっちゃうんですけど。今日もらったこのケーキがあって本当によかった。去年もなんかちょっと崩れてなかった、そんな記憶。じゃーん、あーなんかむずい、むずいぞこりゃ。こっちの後ろに戻し、うん、いいんでは、いいんでは、いいんではさんです。それでは何でかわからないですけど、こちらの手紙が来たので、これは何で生誕祭かお手紙をお預かりしましたので読まさせていただきたいと思います。ママのチーズケーキ、チーズケーキもなんかわーとか言ってたから多分ぐちゃぐちゃだと思う。もう一個のチーズケーキも多分見てないですけど、私はこちらの方もまああるよっていうことで、ママからのケーキもありがとうございます。一応紹介だけして、ちょっとこれは一旦これ閉じたいと思います。そっと箱を閉じます。いや、そっとじ、はい、外見はねマリオさんなら可愛いです、そっとじで。よしよしよし、誕生日おめでとう、ありがとう、ブホー。ではなんお手紙があるので読みます。皆様へたくさんのお祝いありがとうございます。本当にありがとうございました。ああ親子って似るんですね。ケーキめっちゃ大事に持って帰ったつもりが、どうやら荒い運転のせいでごめんなさい、わら。さっき書いたやん。なんやわ、まさかの事態が起きているとは、てんてんてん。どうかこんなアリサも二十歳になりました、おめでとう。大人の仲間になれてよかったね。まだまだバブイですけど、これからもこんな娘をどうぞよろしくお願いいたします。こんな母でごめんなさい、わら。お誕生日おめでとう、ママより。さっき書いた手が。どういうこと、なんかめっちゃ可愛い。でもこの便箋、こんなの持っとったん。
いやアイスはそんなおっちょこちょじゃないですからね。ケーキは大事に持って帰ってますから、はい、似てはないんですけど別に。はい、こっちのケーキはもうびっくりです本当。たまげた。たまげた。電気をつけよう。こりゃたまげた。よっ。ありがとうございました。お手紙もいただいたところで、ハートありがとう。素晴らしい世界に祝福を。本当ですよ、こんなにたくさんの方にお祝いをしていただきまして本当にありがとうございます。私の言葉といたしますと私の言葉といたしますとですね、加入してから8年、12歳小学6年生でオーディションを受けて入った私もついに8年の時を経て20歳になりました。おめでとう。本当に最初の頃の中学生の時から知ってくださってる方とか、あのリプとかでも見てても久しぶりに現れてくれた方とかリプコメントね、20歳になったのおめでとうっていう感じでね、一時期押してくれてて今はどこにいたのかわからないですけど、現れてくれた方とか中学生の時から変わらずにずっと応援してくれてる方とか、本当に思い出しててひたひた浸りながら、はあ、そうやっぱりこう8年も経ったんだなっていうことを感じておりました。はい、だけど あれですね、やっぱみんなが20歳を信じられてないように、自分もまあ20歳になったことは信じられておりませんが、今日から正式に大人ということで、大人ということで私も大人として今日からは生きていきたいと思います。そうですね、しっかりと自分のやりたいことを考えて自分のやりたいこと、何がしたいのか同じこと言ってる何がやりたいのか、そうですね、人生は短いなとやっぱ最近になってひしひしと感じることが多くなりましたので、一日たりとも一瞬たりとも無駄にすることはなく自分にできることを見つけて着々と努力を続けて充実した1年充実した1年と言わず、これから先のずっと大人の人生、充実して幸せでハッピーだなと思えるような人生にしていきます。この手で。はい、これからも皆さん応援よろしくお願いします。いいかっこいい音。待って、スカーさん何本くれんねん。ありがとうございます。10本目ですかこれ、 まさか10本、ありがとう。びっくり。こちらこそよろしゅう、本当についてきてくださってありがとうございます。本当中学生から知ってる方とかはね、こんなに長くいるって思ってたかな、わかんないけど、わしは思ってなかったです。正直問題、思ってなかったですけど、自分でもびっくりしています。でも全然自分、今の自分に満足はしておらず、思い描いていた、自分がちゃんとなりたいと思っていたアイドルにもまだ慣れておらずって感じなので、この手でどうにか、はい、アイドル人生というものを謳歌できるように頑張っていきたいです。苦ではないですから、かっこよ。
え、かっこよすぎ。プレゼントありがとう、タンタン、ありがとうございます。そうね、本当ダンスと、ダンスと歌は4歳の頃からママに引っ張られたところから始まったんですけど、ピーって引っ張られて連れて行かれたところからダンスと歌を始める人生が始まったんですけど、その恩返しとやらいうものもしていかなければという感じですので、私はそう、私はね、皆さんにもそうなんですけど長い間歌とダンスを続けさせてくれたママに恩返しというようなものをしていかなければ、大人になったんだからっていう感じなのでこれからも頑張っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。そんなところです。バービーちゃん、バービーちゃんお茶、いいねいいね、こっちで。ウケる。確かにショールームにそんなフィルターはないけど、なんかフィルターフィルターに見えなくもないかも。
片思いの言い口でした。これは暗闇デビューシングル暗闇のカップリングでいただいた曲で、いなよありのんっていうね、年少組4人でのユニット曲なんですけど、みんな二十歳になったよ。のん様は5月生まれだから、一足先に二十歳になってて、私も追いつきまして年少組だった4人もみんな大人になりました。なんてびっくりななんてびっくりな。ねえ、まいはちゃんも連絡くれました。ちゃんと一人暮らしを頑張っているようですちゃんと一人暮らしを頑張ってるね、本当にね、あと1ヶ月10月4日舞葉の誕生日が来たら一期生はみんな二十歳になったということになります。やば、本当にすごいですね。なんかエモい曲やりたかったけど、入ってないんだよね確か。入ってないわ。のんちゃんも二十歳になったよ。のんちゃんは多分あの一足お先にこの STU 業界から離れて、そう大学とか普通に高校行って普通に大学行ってるから、多分めっちゃ皆さんあの驚くぐらいびっくり同じことやん。びっくりなことに大人になってますよ本当に。えみたいな、こっちからしてもえみたいな。そう、大人にさすがになっていましたそう、本当に何があったんだ、びっくりなことに。ここにいたら多分ね、変われ、大人になれないですねみんなそう、ほぼみんな年上で甘やかしてくれる環境変わらないから、多分大人になれない。頑張っても私は多分大人になっていない気がしますじゃあ時は飛んで、時は飛びまして、この曲
ありがとうございました。いい歌、いい歌。パチパチパチ。大切な曲、花は誰のものを聞いていただきました。ピーちゃんだ、ありがとう。ちょっと待ってね、ありがとう。この曲は私が大人になっても忘れられない、なる、絶対なりますし、皆さんにも、ひーちゃん、はい。ああ、危ない。できました。ありがとう。じゃん、ピーちゃん。ありがとう。嬉しい。楽しそうね、絶対に。ありがとうわ。じゃあハートのノートがなくなりましたので今日から四角になりました。ありがとう、 Love you。 よし、ではそろそろもう11時になっていたので、待って、またスカワさん、ありがとう。成長したところはいっぱいありますけど、考え方とか、急にプロの世界に飛び込んだので、いろんな人がいるんだな、いろんな人に出会ったし、人間関係を学べたし、そうですね。自分に足りないことをいっぱい見つけた気がします。ST に入ってなかったら気づけなかった自分のダメなところとかにいっぱい気づけたんじゃないかなって思います。そんなとこですかね。今日から追加されたタワー、かわいい、ブルークマタワー、ありがとう、ラビュー、ありがとう。途中落ちてました。いいんですよ、もう終盤最後戻ってきてくれてありがとうございます。そろそろ二十歳のお誕生日配信も早い、あっという間ですね。楽しい時間はあっという間です。マジでかすぎて困るかも。かわいいけどマジでかすぎて困るかも。二十歳になりました、ミニオシアリサでした。皆さんこれからも応援よろしくお願いします。いやーい、いやーい、よいしょ。自分で写真撮れるかな。今から頑張ります。ありがとう皆さん、たくさん幸せに
なりましょう。素敵な二十歳となりますように。ありがとう。今日もインスタも上げましたし、TikTok も上げたのでチェックお願いします。チェックお願いします。おめでとうツイートも全部見てますので、まだの方はぜひお待ちしてます。ではランキングを読んじゃうよ。いい？ででん。13位そうちゃん、12位みやりん、11位ちゃこきっちゃん、10位5位ネイビームくん、4位ファニーさん、3位ココリ大好き星人、2位ひとりごとさん、1位はドルルンスカワさんです。ありがとう。スカワさんありがとう。イエーイ。たくさんギフトくださった方もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。イエーイ。記念すべき20歳のお誕生日配信でした。また明日からも頑張っていきましょう。今日だけじゃなくて生誕祭も来てほしいし、オンライン話し会とかも、でも二十歳おめでとうって言ってほしいし、今日が終わってしまっても二十歳のおめでとうをお待ちしてます。いっぱい伝えてください。イエーイ。それではまた明日頑張ってください。ファイティン。それではバーイ。再販中です。そう、待ってます。おやすみなさい。ありがとうございました。